歴史を見に行こう。 高本が詰めている宮尾城は敵軍に攻められていて偶然を灯し、高本と連携して敵軍陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるか。この奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れたら 作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。敵将、討ち取ったよ。あちらに敵がいますが、まだこちらの動きを悟られたくないです。 仕掛けてみようか。彼の着衣を一度隠密頭に着せるんだ。なるほど、うまくいけば敵軍を誘導できるかもしれませんね。 宮尾城内の毛利軍が、ハルカタ様ご本陣に向け撃って出るようだぞ。これは本陣に出ていた毛利軍だ。大変だ、急げ本陣への道を固めるぞ。うまくいったようだね。これで宮尾城の裏面は手薄になったはずだ。 敵軍にまだ動きはないようですね。風雲は敵の視界を遮ってくれる上に、こちらの気配も消してくれる。嵐様々だよ。下準備はこれでいい。次は宮尾城だ。城の裏門からこっそり入ろう。
宮城の戦況に注意しておきましょう。兄より大丈夫だと思います。坂本は危うくなって支えてやってくれ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と坂本、元春は毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものなし。お、毛利家がなぜここに。 やろう。毛利の軍勢が宮尾城に入ったと。嵐の中海を渡ってきたというのか。ええ、急ぎ厳島神社の兵を回せ。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。 所詮は御前、護衛の兵を総動員して押し潰せ。緩むな。一息に宮尾城を落としてしまえ。お待ちを。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き再起なさるのが上策です。 お前は元成と親友だったら元成に情けをかけようとも、そうはいかぬ。うちこそ天下の総意なんだ。天気症打ち取ったり。 さあ、いよいよ佳境だ。目指すは末春方、それに弘中高兼。この上は元成めに俺自ら引導を渡してくれ。それこそ元成の思う壺。 私が敵を食い止めます。船にて鬼げよ。分かった。もうストーリーにしよう。高兼、お前を疑ったこと許せ。さすがに春方だ。引き際を謝らないね。 こちらとしては実に都合がいい。開門。いざ七へ参ろうか。よし、我らも高兼殿に続くぞ。通り高本を討ち、宮尾城を落としてくれん。 やろう。矢をこれに持ち帰る日も近くなったな。おかげで良い死に場所を得られた。
お隣父高金の意志を継ぎここは私が死守する。 走ろうとこの島から出ることはできません。来ました。末春方はもう逃げられません。己周到な。だがまだ負けと決まったわけではない。 中国地方の覇権は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。 本陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるかい。この奇襲の鍵はミヤオ城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまりミヤオ城を守る高本が崩れたら作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。